どうも、愛知です。ついに明日本番になりました。そわそわしてたりとか、まあ、変に落ち着いてたりとか、いろんな感情でね、皆様過ごしてると思うんですけど、まずは、今日まで、本当にね、勉強お疲れ様でした。みんなよく頑張ったね。ぜひそれ自分に思ってあげて、頑張ってきたなって。で、一つだけ、今日ね、前日にやっておいてほしいことがあって、それを伝えます。で、それをメインで伝えるんですけど、その前に、みんな持ち物チェックしました。明日の。もうしたよっていう方いるかもしれないんですけど、まあ、この動画見ちゃったのか、まあ、しょうがない。この動画見ちゃったから、もう一回チェックしよう。もう一回でいいから。で、それに合わせて、明日の天気と気温チェックしてください。もし、ちょっと天気が荒れそうな方は、まあ、折りたたみ傘とか必要になる可能性がありますよね。朝、傘どことか、そういうのは、必要ない。やめてほしい。ので、ぜひ今のうちにチェックしておい、用意しておいてください。で、あと気温がすごく大事で、まあ、多くの地域の方が寒いはずです、明日。試験のね、入試の時期っていうのは。で、その手を温めるグッズ、まあ、北海道みたいな感じのものを必ず準備しておいてください。で、これは、かじかむって名前かな？伝わるかな？手が動かない感じ、かじかむ。伝わんなかったらごめんね。で、それ、まあ、なりますよね、結構。なって、で、会場はあったかいんですけど、割とあったかい中にいても、手のかじかみってなかなか治らないんですよね。で、もし万が一、かじかんだ状態で試験が始まっちゃうと、手が動きにくいじゃないですか。ただでさえ緊張してるし、やばいやばいってなってるのに、めちゃくちゃテンパります、それで始まると。もうそんな状況に陥ってほしくないので、まあ、手袋をつけていくとか、もちろんそれは大事なことなんですけど、会場で手を温める。グッズをね、必ず持っていきましょう。特に女の子、末端冷え性の方多いと思います。かなり温まりにくいので、手先。だからね、必ず準備しておいてください。で、まあ、それがね、メインではないんですが、メインで今日ね、必ずやっておいてほしいことは、あることを思い出してほしいんです。思い出してほしい。で、それは、数学の公式とか、あの知識が、あの理科の単元が、とかじゃないんです、実は。もうそんなのね、正直やんなくてもいいです、今日は。そう、何かっていうと、頑張ってきた自分です。今日まで頑張ってきた自分を思い出してほしい。で、これは頑張ってきたノートとか問題集をチェックとか、それもいいんですよ。それもいいんですけど、それプラスで絶対やってほしいのが、例えば塾の自習室とか、まあ、どっかの図書館とかわかんないですけど、あの席でこうやって頑張ってきたなとか、結構いろんな思い出があるはずです。例えば先生とかに相談乗ってもらって、まあ、もしかしたら泣いちゃったことがある方もいるかもしれない。まあ、相談して、ああいうこと話したなとか。いろんなことがね、友達と話し合ってこういうことやってきたなとか、みんなに絶対にいろんな思い出がある。それは別に友達同士とか、人がいなきゃいけない思い出じゃなくって、自分自身で頑張ってきた思い出でいいわけだから。それをぜひ思い出してください。そうやって今日までみんなは戦ってきたんです。頑張ってきたんだよ、今日まで。それを思い出して、で、眠りについてください。今はそわそわしてなくても、意外と寝るときに目をつぶって、その時にいろいろ考えちゃうんです。あ、明日どうしようみたいな。で、そうなっちゃってあたふたして眠れなかったりとかするのもすごくもったいないし、でもきっと緊張はします。焦るし。うまく寝れない方もいるかもしれないんですけど、ぜひ、頑張ってきた自分、ここまでやってきたんだ。こうやって戦ってきたんだ。じゃあ、それを明日しっかり出してこよう。頑張ってこよう、私って。ひとまず今日までお疲れ様。明日頑張ろうね、自分って言ってあげて、ぜひ、眠りについてもらえたらと思います。明日もちょっと動画出しますんで、よかったらそっちも見てほしいんですが、ひとまず、まあ明日ね、見ない方もいるので、伝えさせてください。明日、ぜひね、頑張ってきてください。全員が受かるとか、全員が志望校合格なんてことはできないことは分かってるけど、でも一人でも多くの方が、受験というか試験が終わった後に、笑顔で、やりきったって思えることを心から願っております。それじゃあ、ひとまず、おやすみなさい。